SNS で画像を上げる、みんなスマホ持ってる、顔が主体の記号的な写真をたくさん撮って SNS に上げるけど、すぐタイムラインで消えちゃうっていう、なんか昔のおばあちゃんの写真、アルバムとかって押し入れでずっと捨てれない、あれって作品に近いというか、なんかそういうものを自分も残したいなと思って。未来に伝えたいのは自分の生きてきた証。ブレイク・ゼイラ、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち。本郷美術骨董館の提供でお送りします。現代アーティスト野上克樹、1992年新潟県生まれ。幼い頃からインターネットに触れて育った彼が考える現実に自分が存在する意味。留学してる時に差別的なことをされて、インターネットに引きこもっちゃうって時期があって、オンラインとオフラインで別の自分がいるっていうことがずっと当たり前で、それによって自分のアイデンティティが失われて、そこに自分がいないなって気づきまして、自分の肌を4年間スキャンして記録してライフワークとして作っていたんです。それで自分もたくさん見えたり見つめて、なんか成長しなくちゃというか、生きられるようにもなったし、なんか楽にはなりましたね。顔によって生まれる他者とのコミュニケーション、ありのままをアートにしたからこそ感じた本当の自分の居場所。コロナ以降で映像を送るだけとかデータを送るだけで展示が終わっちゃうこととかも多くて、何が作品なんだろうと思ってたんですけど、ずっと取りためてきた肌日記を毎日とか落ち葉とか印刷して、それ勝手に置くっていうことを始めて、ストリートアートとかパブリックアートが自分にとっては社会の中で自分の居場所を見出すっていう行為になっていて、自分の居場所を探す、自分の痕跡を残すっていうことをしようと思って。発信したいのは生きた証だからこそ、彼が選んだ朽ちることのない素材。石っていうのは魂を入れる記録媒体になってるって考えて、結局アーティストの人って多くの人が何か残したいとかっていう考えだと思うんで、未来の人にこんなやつがいたんだみたいな、その印刷物もちょっと薄れたりして変化しつつ残ってほしい。それでやっぱり石っていいなっていうのがありますね。石に魂をしまい、まだ見ぬ人と作品を通して会話したい、そんな野上克樹が目指すアートの形とは。めっちゃ美術館みたいなの好きじゃなくて、なんかいわゆるそのアーティストさんの目標とかって多分MoMAで個展するとか何億で売るとか、なんかそういうのはやっぱつまんないなと思って、いろんな都市に自分の顔を置くとか、どうやって生きていくかとかを考えるっていうのが活動の源というか、そういうふうに制作していきたいと思ってます。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前本郷美術骨董館。次週はアーティスト篠崎理一郎のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。